前半が始まります。キックオフです。危険な位置です。緊張感が増してきます。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。味方を走らせる。豊か。ボールを運びゴールに襲いかかります。先走りすぎましたね。攻撃はカットされ相手ボールになりました。パスを2人で交換します。サイドへ展開していきます。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。少し早計でした。攻撃は阻止され相手にボールを奪われています。サイドへ振る。カットしました。ここはどうするでしょうか。これはゴールキックとなります。あっとこぼれた。ヘッドでつなぎます。さあスタジアムのテンションが上がります。狙っていった。ディフェンダーが間に入った。スルーパスが出る。いい形でゴール前まで持ってきました。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ボールをカット。ポジション取りがうまかったですね。このボールは通るか。危険なエリアにクロスを入れましたがここはディフェンダーが察知していました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ルーズボールです。ボールはどっちだ。ボールの動きが激しい。戻します。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。残念、ボールを奪われてしまいました。ボールを取りました。さてどうする。宇多か。攻撃に移りたい。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。このパスはいきません。タッチラインを割ります。スローインに変わります。ミスパスがありました。宇多か。いいカットです。
一旦攻撃を防ぎます。ルーズボールです。ボールはどっちだ。ここを起点にできるか。ボールを運びゴールに襲いかかります。これはファールです。そのまま返します。パスをこの位置で防ぎます。さあスタジアムのテンションが上がります。中に人は。リードを奪えるか。思いっきりよく飛び出して見事にセーブ。止めています。タイミングがバッチリでしたね。前半はやや低調でしたが、ここで後半のキックオフです。得点の匂いがしなかった気がします。もっとゴールに向かう姿勢が必要でしょう。このパスはダメでした。通りません。つまらないミスでボールを失いました。慎重に攻撃を組み立てています。決定的なパス打ってきた。決まった。ゴール。ゴールを許しました。ここで優勝を決めるには勝利が必要です。ここは少しでも勝ち点を積み上げるためにも果敢に攻めてもらいたいですね。ここから試合が慌ただしくなってまいります。綺麗にボールが走っています。ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。中には入れさせない。いい形でゴール前まで持ってきました。ボールを失った。チャンスになるか。守備への切り替えが早い。ここで止めます。横へ展開。これはチャンス。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。危険な位置です。緊張感が増してきます。打った。シュートはしっかり詰めている。ボールを取りました。さてどうする。シュートは入るか。ゴールゲット。貴重な同点ゴールです。これで試合を振り出しに戻しました。昇格まであと1点です。ここで追いつけたのは大きいですよ。ゲームはまだまだ分かりません。ボールは戻されます。フリーキックになります。ウタカ。ボールは再び足元へ戻されます。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。
ボールを運びゴールに襲いかかります。スローインからゲームは再開です。タッチライン際でボールを奪いました。ボールはディフェンダーの元へ。ここはナイスタックル、タッチラインにクリアしました。これはスローインに失敗、ボールが相手に渡りました。両チームのポゼッションをご覧ください。ここまではほぼイーブンですね。チャンス。これはいいぞ。シュート。イエス、ゴール決まった。勝ち越し点を奪いました。この試合に勝てば昇格ですが、果たしてどうなるでしょうか。このまま勝てば昇格ですから、貴重なゴールですね。ここでためを作ります。ボールがよく転がっています。パンチングで対応。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。苦しい試合になっていますが、ホームのサポーターは諦めていませんね。まだ1点差ですからね。選手たちも力が出ると思いますよ。あっとこぼれた。残り時間が少なくなってきました。ここまではリードする展開です。このまま昇格を手にすることができるのでしょうか。あとはこの1点を守りきるだけです。ルーズボールになっています。ボールを持って中に入る。シュート。シュートするもこれは決まりません。残念そうにしています。惜しいチャンスでしたね。パスをつなぐことでしっかりとゲームをコントロールしているように思いますが、いかがでしょう。そうですね、しっかりと意図を持ってパスを回しています。2対1のまま試合は終了です。今節が終了しました。チームは圧倒的な強さで昇格。